落ち着いてください。それ以上先には近づかないでください。しかし私たちは結婚したのですよ。形式だけと言ったじゃないですか。それに私はあなたと結婚するつもりはありません。しかしその旨の刻印がこれがずっと前に交わされた約束であることを示しています。萌木さんは私の花嫁なんです。知りません、約束なんて。大事なのは二人の気持ちじゃないですか。鬼は結婚してから恋愛をする生き物なんです。人間とは違うんです。ですから今夜からお互いの気持ちを確かめ合っていけばいいじゃないですか。確かめ合うって？ちょっと何してるんですか。確かめ合うんです。やめてください。確かめ合わなくてもいいです。わかりました。今日はここまでにしておきましょう。今日も明日もお断りします。私は書斎で寝ますので何かあったら呼んでください。もし、私。あら、萌木、どうしたの、こんな時間に。どうしたのじゃないわよ。どういうことよ。どういうことって？私、結婚なんて絶対しないからね。なんで？レイジさん、素敵な方でしょう。あなたが生まれる前からの約束なのよ。それはお母さんの約束でしょ。とにかく、私は絶対認めないから。まあ、ちょっと変わった出会いかもしれないけれど、お母さん、レイジさんは悪い人じゃないと思うわよ。もういい。お父さんに代わって。お父さん。お萌木。お父さん。萌木、そっちはどうだ。お父さん、迎えに来て。私帰りたいの。まだ着いたばかりだろ。なんでそんなこと言うんだ。だって。レイジさんのことだってまだ何にもわからないだろ。ただの変態よ。そんなはずないだろ。レイジさんは優しい方だよ。お父さん、お願い。じゃあこうしよう。夏休みまでおばあちゃん家に行ったと思って暮らしなさい。それでどうしても嫌だったらお父さんから相談してみるよ。あと一月もあるじゃない。くらいは我慢しなさい。わかった。でもそれ以上は無理だからね。わかったわかった。もう今日は遅いから寝なさい。うん。おやすみ。おやすみなさい。いつまで寝てるつもり？着替えて着替えて。私学校行くの？当たり前でしょ。あんたここでくっちゃん寝するつもり？あんた一応16歳の高校生なんでしょ。まあそうだけど。似合いますね、制服。私、あと一月したらここを出ていきますから。どういうことですか？昨日父と話しました。とりあえず夏休みまで我慢するって。それは困りましたね。
困っているのは私の方です。今日からこのクラスに転校してきた佐原萌木くんだ。佐原萌木です。ここには1ヶ月ほどしかいませんが、よろしくお願いします。まあみんな仲良くしてあげような。じゃああそこの席に着きなさい。はい、じゃあ今日は103ページ開いて、レッスン7な。ああ堀川、佐原に教科書見せてやれ。Not so long ago. やるよ。え、いいんですか？お前か、レイジの花嫁って。なんで知ってるんですか？俺も鬼だからな。話は聞いてる。暴れて逃げ出したそうだな。そんなにここを出たいのか？まあ、1ヶ月したら本当に帰りますけど。変わってんな、お前。ちょっと一月しかいないってどういうこと？どういうことって、私帰るんです。結婚なんてしません。なんで？相手がレイジさんなのよ。もったいない。ねえ、何が気に入らないの？何がって、私まだ16ですし。ちょっとすいません。堀川さん、ん？ちょっと聞きたいんですが。何？この学校の方たちってどういう人たちなんですか？そんなこと聞いてどうする？どうするって。ま、大きく分けて、俺やレイジのような鬼と人間と、あとはお前みたいな鬼の花嫁が通っている。でも鬼って、みんな角ないじゃないですか。それは昔話に出てくる架空の鬼だろ。じゃあ架空じゃない鬼って？なあ、人間って何って聞かれて一言で答えられるか？だろ、俺たち鬼だってそう簡単に自分を説明できるわけじゃない。でもどうでもいいだろそんなこと。気にしたところで何も変わらないよ。どこか悪いんですか？どうして学校にいるんですか？仕事場ですから。仕事場って？私保健員なんです。みんなに紹介しますから、中へどうぞ。結構です。
だ萌木か。何よその言い方。前だったら帰ってくるのはレイジ様だけだったのに。帰ってきたらただいまとか言ってくださいね。そしたら顔出さなくて済むから。手伝いましょうか。結構ですよ。ゆっくりなさってってください。何か手伝いましょうか。結構ですよ。大丈夫？大丈夫よ、これくらい。なら別にいいけど。何やってんの？見りゃわかるでしょ。掃除に決まってんじゃない。レイジ様の書斎掃除は私だけが担当なの。レイジ様は私をいかに信用してるかってことよ。そうなんだ。もう出てって部屋でプータラしなさいよ。何この絵、気持ち悪い。なんてこと言うの。これはね、レイジ様の亡くなられた花嫁さんたちの絵よ。たち？花嫁さんたち？そうよ。じゃあ私は7番目ってこと？あなたは一月で帰るんだから7番目じゃないでしょ。まあね。私もいつかこの中に入れてもらうんだ。ねえ、あの人のどこがそんなにいいの？じゃあ逆に聞くけど、どこがダメなのよ。